東条英機の遺書。開戦当時の責任者として敗戦の後を見ると、実に団長の思いがする。今回の軽視は、個人的には慰められておるが、国内的の自らの責任は、死をもってあがなえるものではない。しかし国際的の犯罪としては、無罪を主張した。今も同感である。ただ力の前に屈服した。自分としては国民に対する責任を負って、満足して刑場に行く。ただこれにつき、同僚に責任を及ぼしたこと、また下級者にまでも刑が及んだことは実に残念である。天皇陛下に対し、また国民に対しても申し訳ないことで、深く謝罪する。元来、日本の軍隊は、陛下の人事の志により行動すべきものであったが、一部過ちを犯し、世界の誤解を受けたのは遺憾であった。この度の戦争に従軍して倒れた人、及びこれらの人々の遺家族に対しては、実に愛すまぬと思っている。心から陳謝する。今回の裁判の是非に関しては、元より歴史の批判に待つ。もしこれが永久平和のためということであったら、もう少し大きな態度でことに臨まなければならぬのではないか。この裁判は、結局は政治裁判に終わった。勝者の裁判たる性質を脱却せぬ。天皇陛下の地位及び陛下のご存在は、動かすべからざるものである。天皇存在の形式については、あえて言わぬ。存在そのものが絶対に必要なのである。それは私だけでなく多くの者は同感と思う。空間や地面のごとき大きな恩は、忘れられぬものである。東亜の諸民族は今回のことを忘れて、将来愛協力すべきものである。東亜民族もまた他の民族と同様、この天地に生きる権利を持つべきものであって、その有色たることを、むしろ神の恵みとしている。インドの判事には、尊敬の念を禁じ得ない。これをもって東亜民族の誇りと感じた。今回の戦争によりて東亜民族の生存の権利が了解せられ始めたのであったら、幸いである。列国も排他的の感情を忘れて、共栄の心持ちを持って進むべきである。現在の日本の事実上の統治者である米国人に対して一言するが、どうか日本の米人に対する心持ちを離れしめざるように願いたい。また、日本人が石化しないように頼む。東亜民族の誠意を認識して、これと協力していくようにされなければならぬ。実は東亜の他民族の協力を得ることができなかったことが、今回の敗戦の原因であると考えている。今後、日本は米国の保護のもとに生活していくのであろうが、極東の体制はどうであろうか。終戦後わずか3年にして、アジア大陸石化の形成は核のごとくである。今後のことを考えれば、実に猶予に耐えぬ。もし日本が石化の温床ともならば、危険この上ないではないか。今、日本は米国よりの食料の供給その他の援助につき感謝している。しかし一般が、もし事故に直接なる生活の困難やインフレや、食料の不足等が、米軍が日本にあるがためなりというような感想を持つようになったならば、それは危険である。実際は、かかる宣伝をなしつつあるものがあるのである。よって米軍が、日本人の心を失わぬよう希望する。今次戦争の指導者たる米英側の指導者は、大きな失敗を犯した。第一は、日本という石化の防壁を破壊し去ったことである。第二は、満州を石化の根拠地たらしめた。第三は、朝鮮を二分して東亜紛糾の縁たらしめた。米英の指導者は、
これを救済する責任を負うている。したがってトルーマン大統領が再選せられたことは、この点に関してありがたいと思う。日本は米国の指導に基づき、武力を全面的に放棄した。これは賢明であったと思う。しかし、世界全国家が、全面的に武装を排除するならばよい。叱らざれば、ヌスットが跋扈する形となる。泥棒がまだいるのに警察を辞めるようなものである。私は、戦争を根絶するには抑止を取り払わねばならぬと思う。現に世界各国は、いずれも自国の存在や自衛権の確保を主としている。これはお互いに抑止を放棄しておらぬ証拠である。国家から抑止を除くということは、不可能のことである。されば世界より今後も戦争を除くということは不可能のことである。これでは結局は人類の自滅に陥るのであるかもわからぬが、こと実はこの通りである。それゆえ第三次世界大戦は避けることができない。第三次世界大戦において主なる立場に立つ者は、米国及びソ連である。日本とドイツというものが取り去られてしまった。それがため米国とソ連というものが直接に接触することとなった。米、ソ二国の思想上の相違はやむを得ぬ。この見地から見ても、第三次世界大戦は避けることはできぬ。第三次世界大戦において極東、日本と支那と朝鮮が、その戦場となる。この時にあって、米国は武力なき日本を守る策を立てなければならぬ。これは当然米国の責任である。日本を属領と考えるのであったならば、また何を買わんや。そうでなしとすれば、米国は何らかの考えがなければならぬ。米国は、日本人8000万国民の生きていける道を考えてくれねばならない。およそ生物として、自ら生きる生命は、神の恵みである。三次制限のごときは真意に反するもので、行うべきでない。なお言いたきことは、こう、教職追放や戦犯容疑者の逮捕の件である。今はすでに、戦後3年を経過しているのではないか。したがってこれは速やかにやめてほしい。日本国民が西洋に安心してつくよう、米国は寛容な気持ちを持ってもらいたい。我々の処刑をもって一段落として、戦死病者、戦災死者、ソ連抑留者の遺家族を慰安すること。戦死者、戦災死者の霊は、遺族の申しであらば、これを靖国神社に合祀せられたし、出生地にある戦死者の墓には保護を与えられたし、従って遺族の希望申しであらば、これを内地へ返還されたし、戦犯者の家族には保護を与えられたし、青少年男女の教育は注意を要する。将来大事なことである。近似、いかがわしき風潮あるは、占領軍の影響から来ているものが少なくない。この点については、我が国の古来の美風を保つことが大切である。今回の処刑を機として、敵、味方、中立国の国民理財者の一大追悼慰安会を行われたし、世界平和の精神的礎石としたいのである。もちろん、日本軍人の一部の間に間違いを犯した者はあろう。これらについては衷心謝罪する。これと同時に無差別爆撃の投下による悲惨な結果については、米軍側も大いに同情し憐憫して介護あるべきである。最後に軍事的問題について一言する。我が国従来の統帥権独立の思想は確かに間違っている。あれでは陸海軍一本の行動は取れない。兵役制については徴兵制によるか、傭兵制によるかは考えなければならない。我が国民性に鑑みて、再建軍の際に考慮すべし。再建軍隊の教育は、精神教育を取らなければならぬ。
忠君愛国を基礎としなければならぬが、責任観念のないことは寂しさを感じた。この点については、大いに米国に学ぶべきである。学校教育は従前の出没合憲のみでは足らぬ。人として完成を図る教育が大切だ。言い換えれば宗教教育である。欧米の風俗を知らすことも必要である。不与のことについては、研究して、国際間の不与の観念を徹底せしめる必要がある。我行くも、またこの土地に、帰り来ん。国に報ゆることの足らねば。ご視聴ありがとうございました。